こんばんぽーん。あ、どうもこんばんは、モッティです。よろしくお願いします。シングルレートをやっていきましょう。1850超えたら今日は終わりにしたいっていう願望。そしたらね、あの来週の収録からちょっと希望が持てますからね、そういう願望でよろしくお願いします。ぜひともぜひともの次の試合勝って1860からね、そんな1830からとかいうちょっと残念なスタートはやだ、当たらない。おお、当たった。わあ、来た。すげえ、もうなんか椅子になんか背もたれにくてーってなった。びっくりした。もう当たんないもんだと思った。何がこうさせたんでしょうね。よし、まあいいでしょう。やっていきましょう。はい。直帰エンティーですよね。直帰エンティーはガブで対策できてるんで、まあいけるでしょう。フレクチ。ガッサ。意外とかなんかこのパーティーガッサ出てこないんですよね。不思議なことにね。まあ、ゲンガーから入るかな。ゲンガーガブは確定。はい。ゲンガーガブ確定で、何か重い。初手ガッサが来たときは、まあ、ファッサーされてもいいかって感じか。鬼火舞いときは。うん。で、ガブが来ても、ラムだったら実行。クレクチ。クレクチには、ガルドですわな。ええ。クレクチ対策、しようがない。以上。クレクチ対策は、ゲンガーの道連れ。直帰エンテイはラムガブで落つ。左下の洗濯機はよくわからない。ドローン鑑識洗濯機。そんな感じですか。どんな感じだよ。どんな感じだよ。あまりにも適当すぎます。若干ね、ちょっとね、やっぱね、ずーっとポケモンやってるとね、頭がポケーっとしてきちゃいますよね。仕方ない。もうでもね、まとめて取らないといけないんですね。休日にね。はい、来ました。対戦お願いしましょう。お願いしましょう。頑張っていきまーしょーい。さあ、相手の初手は、ガッサ。いやー、わかんないもんですね。プレッシャー。ちょっとまあ、ゲンガーはやりたいこといくつもあるんで、取っとこうか。だからつってガブを出すとかいう超見え見えな。もういかにもラムガブですよー、みたいな。いや、いいですよ。全然構わん。やけどしてみろ。俺のガブを。5割。どっちが、表を引くかだな。ミトちゃん？何それ。痛い。ミトちゃん？椅子あげるのか。どうすんのこれ。え、何持ってるの？炎帝って、炎帝、エッジとかでしょ？エッジ、聖なる炎、ね、あと一個かかんない。インファとか。インファは持ってなさそうだけどな。なんだろう、直帰エンテでしょ。何があるんだろう、あと。あとわかんないな。まあ、自信打つか。で、いや、でもここは、いや、エース早いもんな、相手の方がな。自信打つわな。引っ込める、しゃあない。これはしゃあない。読めたけど、ロドム、はい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 。したら、ここはわかんないっすね。このロトムわかんないっすね。あいつは直帰。で、引いたってことはガブに言うことがない。だったら、ボルチエンかな？ボルチエンそんな読みしてくる？メガネ？一番メガネがぽいよな。ガルドで。クレクチじゃないか、そしたら。はい。イドンプ。
まあ、ここいドンプはメガネでじゃないね、ないね、違うね、お盆っぽいね。まあ、外盆って、まあ、相手もイドンプ打ちたい。まあでも今のであれですよね、今のガブ投げで多分ちょっとこうこだわってる種漂いましたよね。ガッサがいた。ここガッサなの？え、ここガッサなの？ガッサ捨て？はい、まあそうですよね、ガッサ捨て。でもさすがに影打ち打つよ。なんかまあまあまあ悪くない悪くない。でまた遠征か。で遠征か、どうしよっかな。ロトム、ロトムゲン、ロトムはでもゲンガーで処理できるじゃん。ガルドは、いやこうかな。まあ死に出しゲンガーで最終的にロトムガルド対面で持っていく感じで、聖なる炎、はーい、燃えるな、燃えちゃったー。そこバラしちゃダメでしょう、ガブちゃん、そこ漏らしちゃダメでしょうよ。剣舞。5割を2回引かない勝負かな、そしたら。スカーフ、え、でもさ、スカーフ、ガルドとロトムが対面して相手がスカーフだったとしたらそこはトリックやってくるだろう。はい、オッケー。で、スカーフメザ氷。ロトムの？マジで言ってんの？マジかよ。なんでトリックしてこないんだよ。耐えていく。スカ、やっぱスカーフ一匹ぐらいいた方がいいのかね、パーティーにね。いた方が良さそうですよね。まあでもこれは勝ちましたね。多分、多分、多分大丈夫だと思います。これで今日の収録はおしまいですね。オッケー、対戦ありがとうございました。よっしゃ、来週は1900チャレンジもう一回やったるぜ。よし、楽しみ。ちょっとそれまでにちゃんとポケモン作っとこう。オッケー、以上モッティでした。おつかのん。